皆さんこんにちは。今回はここ京都市営地下鉄京都駅でございます。今動画に映っておりますのは二次車と言いますかね、10系の電車となっております。10系の中でも新しい部類に入る列車ですね。今日は本当に編集する気がやばいほどないので、ちょっと体がだるいんで、ってちょっと待って、本当にと思ってですね、見てたら、おっと、なんと20系が来てしまいました。これはやってしまったな。マジか。ということで、20系が来ちゃったのでこれに乗りたいとは思いません。これは本来乗ろうと思っていた列車とは逆方向であります。20系をね、先に見てしまいましたよ。これは武田方面に行く、列車でございますから、武田で折り返してきたやつをね、乗って、ちょっと北大路まで行くようがありますので、北大路まで乗りたいなと思います。新しい車両ということもあって、写真に撮る方も、少なからずいます。これやっぱ先進的なデザインがいいですよね。さて、京都市営地下鉄にはこんな車両も乗り入れております。これは国際会館方面行きですが、近鉄電車の車両です。近鉄の車両は、新田辺の辺りまで直通しているのがありまして、時々急行奈良駅としても走ることがありますので、奈良まで実質、京都市営地下鉄の、車両が乗り入れるということがありまして、ついこの間も京都市営地下鉄20系が乗り入れたばっかでしたね。そしてこの電車は、新しい20系とは反対に、10系の中でも新しい方なんではあるんですけど、10系電車です。これも国際会館方面行きです。基本京都市営地下鉄というのは6両編成で運転されておりまして、まあなかなか赤字なのにやっていけるなという感じですが、個人的には京都駅から四条までの区間がかなり混む、まあそういう部類にも入りますが、さてさて、いよいよ目的の列車がやってきますよ。チェキメロディーが鳴りまして、ここ京都駅から少し先北大路駅まで乗ります。個人的には武田方面より京都から国際会館方面の列車の接近メロディーの方が好きですね。さあさて、さっき見てしまいましたが、これが新しい顔、京都市営地下鉄の顔20系です。なんとこれ40年以上ぶりということでね、やっぱこう京都の期待がすごい高まってると思いますが、僕ねこの車両ねすごいあるものに似てると思っていまして、この車両実は神戸市営地下鉄の6000系というね車両があるんですけど、ものすごく似てるんですよね。まあ、それについては後で考説しますが、このように新20系電車、京都駅を発車。LCD を見てみるとすごい大きいですね。次は五条、そして四条、烏森駅、丸太町、今出川と止まっていきます。LCD が大きくなって、基本右側に行き先などが表示されまして、左側には車内のマナー、勧告などがあります。駅に着くときにはこのような表示。さて、最初の停車駅、京都を出てから最初の停車駅の五条駅に到着です。基本近く間なんで何も景色がないんですが、この五条、四条、それから烏森駅までの辺りはかなり人が混む辺りになりますからね。向こう側には近鉄車両、近鉄ならばで乗り入れていますね。近鉄ならの方から近鉄京都線を使いまして、この武田という駅から京都市営地下鉄の中に入るわけです。五条出ると次は四条駅です。こうやって見てみるとホームの中にも少し余裕があって、まだ走れるんだなって、止めれるんだなって、8両ぐらい行けそうですよね。さてこれ見てみると、これ1号車と6号車の前側だけの特徴なんですが、金色で2831と書かれております。車内のちょっとね案内とかはね、人が多かったのであんまりしないことにしました。後で少し見せようかなと思っております。さてその次、四条駅に停車。市場駅もホーム扉がついていますね。たくさんのお客さんが乗り降りするという証拠です。扉が開く際は基本ブザー音ですね。
もう一度聞いてみましょう。ホームドアの音は以前からもちろん変わりません。20系だからといって特に変わったことはありません。警笛の音も今までと一緒のようですよね。もちろん鉄道系 YouTuber の方々が新20系についていろんな動画を上げていらっしゃるのですが、僕の動画は基本的にあまり車両について詳しくというわけではなく、僕の感想をまあただただ言うだけという感じなんですけど、やっぱこの LCD が大きいというのは非常に大きなところで、今までの LCD はちょっと右下とかに、ね、乗っけておきましょう。今までの LCD は少し小さいタイプだったんですが、烏丸御池駅に到着です。烏丸御池駅では対面式ホームになりますので、降り口は左側になります。右側の景色ばっか映しても面白くないんですけどね。 LCD を見てると面白いことが分かりまして、LCD、2画面を使って、だいぶ先の方、国際会館の手前まで映すことができます。見てみるとこのようになっていまして、パッと見223系かと思いましたね。思いやりエリア、そうです、1号車、6号車の先頭車付近、このように思いやりエリアとなっておりまして、立ち席になっていますね。これは反対側には西陣織なのがあるそうですが、京都友禅とかね、京都友禅や西陣織を、紹介するコーナーとなっておりまして、やっぱ京都新地下鉄かなり気合が入ってるなと思います。伝統工芸品ができる過程を書かれておりますね。ちょっと閉めてみたけどカーテンは至って普通でした。次は今出川に泊まります。立ち席スペースはかなり余裕があって、このスタンションポールというのはないんですけど、真ん中にやっぱこう仕切りがあることで少しもたれかかることができる場所が設置されています。これは1号車と6号車両端にしかありません。向こうの方を見てみると普通の座席が広がっております。今出川到着です。ちゃんと盲導輪なんかもついていて、やはり現代の車両という感じでバリアフリーというのかな、そういうのもありますが、これは京友禅と書かれております。反対側の反対向きの先頭車には友禅ではなく西陣織のものが飾ってあったりするそうですよ。ここは思いやりスペースだそうです。車椅子の方とかベビーカーに乗せた方が使えるようにしていたのかな。もちろん別にこの車両の真ん中付近の、ね、方にね、あれがありました。車椅子スペースがありましたので、車椅子は多分そっち側に止まるのかな。次は車口、袖仕切りの部分にはこのように、これなんていうんだっけな、なんかまた京都の伝統工芸品、この新20系はですね、2022年から運用が開始されまして、3月26日でした。烏丸線のみでの運用となっていますが、近鉄の奈良線の方、そして京都線の方にも入ることがあります。車口をあっという間に発車。この辺からお客さんがだいぶ空いてきたので車内をいろいろ撮影しております。上の方を見てるとスピーカーが段々になっているのがやっぱ最近の車両だなっていうのがよくわかりますね。ここがさっき言ってた部分になります。ここより向こうは全て立ち席はなく優先座席が少しありますが、さて北大路駅に到着です。今回はここまでとしましょう。ということでね、今回20系少し乗車していったのでそのお話をいたしました。この電車このまま国際会館まで行ってまた折り返しして運営に着くでしょう。ではね、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんもね、ぜひ20系乗ってみたら面白いなと思いますよ。特徴があってね、楽しかったです。やっぱ20系と10系を比べるといろんな面白いところがありますね。ということで、北王子の奇妙なエスカレーター、なんだろうねこのエスカレーター、大阪駅の丸の内の方の部分みたいになってますが、途中で水平部があって
でまた途中から上がっていくと、そういった形になっております。また不思議なエスカレーターですね。もうこういうの好きなんで、ちょっと一応撮ってておきましたが、まあ、この動画は終わりです。